おめでとう、才能の原石どもよ。お前らは俺の独断と偏見で選ばれた18歳以下の優秀なストライカーです。そして俺はエゴジンパチ、日本をワールドカップ優勝させるために雇われた人間だ。日本サッカーが世界一になるために必要なのはただ一つ、革命的なストライカーの誕生です。俺はここにいる300人の中から世界一のストライカーを作る実験をする。これがそのための施設、ブルーロック。お前らは今日からここで共同生活を行い、特殊なトップトレーニングをこなしてもらう。家には帰れないし、今までのサッカー生活とは決別してもらう。でも断言する、このブルーロックでのサバイバルに勝ち抜き、最後に残る一人の人間は世界一のストライカーになれる。説明は以上、よろしく。なんだか納得いってないみたいだな。だからこの国のサッカーは弱いんだよ。日本代表、確かにいろんな選手がいた。お前らにとって目標の選手もいただろう。でもそいつらってワールドカップ優勝してなくない？世界一になる話してんだけど。俺さっきも話したように、日本には世界一のストライカーが必要だ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。この国に俺はそんな人間を誕生させたい。この299名の屍の上に立つたった一人の英雄を。さあ、才能の原石どもよ、最後に一つ質問をしよう。想像しろ、舞台はワールドカップ決勝、8万人の大観衆。お前はそのピッチにいる。スコアは0対0、後半アディショナルタイム、ラストプレー、味方からのパスに抜け出したお前はゴールキーパーと1対1、近くに味方もいる。パスを出せば確実に1点が奪える場面。全国民の期待、優勝のかかったそんな局面で、迷わず打ち抜ける、そんなイカれたエゴイストだけこの先へ進め。本サッカーを世界一にする、その命題のもとに、日本フットボール連合職員テーリアンリはエゴジンパチを招聘した。エゴは、日本サッカーに必要なのは世界一のストライカーの誕生だと断言。そのために300人の高校生フォワードを集め、ある実験を開始する。ブルーロックプロジェクト。ブルーロックで最後の一人まで勝ち残れた人間は世界一のストライカーになれる。そんなエゴの言葉に戸惑いながらも、全員が一歩を踏み出した。一流のストライカーという生き物は、その瞬間、最もフットボールの熱い場所に突如として出現する。ある者が言ったその言葉は、果たしてこの300人の中で具現するのか。そんなブルーロックプロジェクトで存在したかもしれないもう一つの可能性の物語。おい潔、俺だ、俺にボールくれ。何言ってんだイカグリ、潔、さっさと俺にボールよこしやがれ。ロストしたらバローに決められちゃうよ。一人で無理せずボール回そう。潔、打てちゃうよ。パスか、シュートか。何迷ってやがんだ下手くそ。そのボールはキングのものだ。
バロー、くそ、ザコが俺の前に立つんじゃねえ。ここは俺のシュートレンジだ。ピッチの上じゃ俺がキングだ。今のバロー君のシュートいい感じじゃないですか。悪くはないが、はしゃぐな。ここまでは計画通りだ。だがこの先別のピースがいる。才能の原石どもがさらにたぎるような熱を持つための新たな起爆剤がな。アンニちゃん、奴を呼んでくれ。エゴさん連れてきました。この人が新しく雇ったアシスタントの、ごめんなさい、名前何でしたっけ。そうそう、すぐはしゃぐ。名前は忘れる。お前のいいとこは熱意だけか。私はテーリアンリです。で、この雇用の際に説明があったと思いますが、この方がこのプロジェクトの責任者です。そしてサッカーを知らないあなたを雇えと突然言い始めたのもこの方です。その言葉はつまり、なぜド素人を雇ったんだと言いたいんだ。いいか、別業種の素人が指導者になり成功へと導いた例はいくらでもある。スポーツ界でもそうだ。例えば高校野球や社会人サッカーとかな。確かに素人は技術的指導などできない。だが別業種で蓄積されたノウハウに加え、素人だからこそ斬新な視点と選手と共に成長する息を持っている。望んでいるのはそういう部分だ。で、ここのやり方にはある程度慣れたのか。どうだかな。お前のことは全部調べたぞ。生い立ち、経歴、趣味。元は大企業の会社員で、それも成績はトップ。だが、裏切られて失脚。それから、競争というものに戸惑いを感じている。俺が思い出させてやる。競争というものの意味を、そしてそれがもたらす利益を。エゴさん、一体何を。おい新入君、アシスタントはクビだ。何ですか、いきなり。今からチームを率いて戦え。今日からお前は指導者だ。できないなら本当にクビだ。帰れ。オーケー。ではまずお前が率いるチームを決めよう。指導すべき者がいなければ指導者とは呼べないからな。こいつらか。まあいい、チームメンバーは揃ったようだな。あのチームって、俺たち一体何をすれば。少し待っていろ。俺は今この新入り君に話してる。仕方ない、新入り君にも分かりやすい例で説明しよう。会社に新入社員が入ってきたとする。新入社員をいきなり現場に行かせるか。そうだろ、サッカーも同じだ。研修がいる。
それがトレーニングだ。それなくして試合では役に立たない。なのでお前には研修官になってもらう。お前がこいつらを指導するんだ。お前に必要な研修はもう済んだ。アシスタントとして働いただろう。ここがどういう場所かは分かったはずだ。お前の研修はそれで十分なんだよ。お前に技術的な指導を期待しているか。答えはノー。バカでも分かることだ。お前は今まで培ったものを使ってこいつらにトレーニングさせろ。それが普通の指導者では起こせない化学反応を起こす。そうだ。ではお前に何が教えられるのか。それは必然的に思考法になる。それもサッカーの常識に縛られないな。それがこいつらの自分で考える力になる。どうすればトレーニングが最適化され、それがピッチでどう活かせるか思考する。お前の指導が芽生えとなり成長する。そして自ら考え得た力で競争に勝つ。それはいつしか芽生えから自信につながるだろう。それがド素人のお前を指導者にすることで期待している化学反応だ。もちろん成果は見せてもらう。最後に行う練習試合を通して。無茶です。素人なんだし、それこそ先に研修をしたりとか。チッ、ガチでド素人なのかよ。そんなんでサッカー上手くなんのか。そうだ、こっちはな、将来かかってんだぞ。俺も疑問ではあるけど。でもまあ、なんか楽しそうじゃん。俺は非常識だ。素人に教えさせるなんて聞いたことがない。世界一のストライカーになりたがるのは常識的なのか。お前らの常識なんていらない。なぜなら今この瞬間も通用していない。ド底辺のチーム Z なんかでくすぶっているのがいい例だ。だからこそこの非常識がお前らの中に新しい風を吹かせる。ここは世界一のストライカーを作る場所。そもそもお前らに拒否権はない。あるのは勝つことだけだ。分かったか、最底辺の原石ども。では私がサポートをします。そのくらいはさせてもらいますよ。もともとそのつもりだ。せいぜい頼んだよ、アンリちゃん。よろしくお願いします。早速ですが、私がサポートするのでトレーニングメニュー考えてみましょう。いい調子だ。よっしゃことを恐れない。ああ最悪だ。うるせえっつーな。よし。
おう、そうだな。少し休もう。しゃあ、絶好調。この感覚忘れないようにしないとな。守備はどうだ？素人新入り君に選ばれし最底辺どもよ。守備とか言われてもな。まあ素人の割に案外いいんじゃねえの。だろうな。新入り君も有能だったという触れ込みだからな。だがそれではダメだ。試合ではストライカー個人の考えが勝負を分かつ。つまるところお前にできるのは考えるきっかけを与えることだけだ。新入り君、お前はどう考える？お前は指導者はお前だ。オーケー、なら好きにやれ。で、やりたいことって？なもん、ライバルに決まってんだろ。プロジェクトの全貌は見えませんが、結局残るのは一人だけって話ですしね。俺は仲間だと思ってます。今の俺一人じゃバローには勝てない。だな。勝つためなら仲間になれ。好きでやってるわけじゃないけどな。そりゃすげえエゴイストで点取ることしか考えてないようなやつ。それエゴの受け売りじゃない？練習試合に勝つこと、それは間違だな。あの王様気取りのバカ俺が潰す。必要です。勝てないと先に進めないってのもありますが、何より誰かに負けるようなやつは世界一のストライカーじゃない。で、それがチームを信頼するのとどう関係するの？それはわからん。なもん、俺が点取って終わりだ。どうやって？どう勝つかビジョンがないって話だけど。ああ、そんなのイガグリがボール奪って、バチラがゴール前までドリブルで運んで俺にパスすりゃいいだろ。雑すぎる。てか俺がフォワードだろ。だとしてもだよ、それで点が入った後はそれを試合終了までやり続ける？おりゃ、まあ俺がボールを運ぶのはいいと思うけどね。ああ、バチラのドリブルを軸に組み立てるのはいい視点なんじゃないか。俺だって負けねえぞ。よし、じゃあ次の試合はバチラのドリブルをうまく使いつつ、8時だよ、全員集合。お前な。いやでも作戦、目的と結果にビジョンを持つ、なんかやれる気がしてきた。んじゃ、サッカーを楽しもっか。ゴールの匂いはどこだ？
よし、いける。好きなように使ってよ。どっちが早いか勝負。絶対抜かせねえ。俺の勝ちだ。なんてやつだ。よろしく。取る。来ると思った。このボールは任せろ。すぐに取り返す。本気で行く。抜いてみろよ。ゴールの匂い。行け。決めちゃっていい感じ。おら、てくそ。サクッと一点もらっときやす。さあ、勝ったぞ。やった。けど、なんだこの感じ。よくやった、寄せ集めども。これが素人とお前らによる化学反応、その一部だ。新入り君も理解できたか。なるほど。では喜んでいるところ悪いが、早速それを証明してもらおう。この化学反応に寄せ集めどもと新入り君、それ以外に必要だったものがある。それは何だ。正解だ。ストライカーのエゴとは対戦相手なくしてありえないものだ。そもそも点を取るという行為そのものが他者との優劣をつけるためのものだからだ。そしてそれは実戦でしか得られない。それをこの場でも得たいと思わないか。才能の原石どもだけじゃない、お前も含めて。そうだ、実戦による経験とノウハウの蓄積、それに対戦相手にも同じ効果をもたらすおまけ付きだ。ここまでいいことずくめでも競争は嫌か。では決定。お披露目といこう。当初予定していたものとはシステムを変更するが、競争が生み出すパワーをお互いに喰らい合う、ライバルリーバトルを。もっともっと上手くなるんだ。